自由農業合唱団。今日のテーマはハロウィンスイカだよ。アグちゃん、グリくん、取材よろしく。アグちゃん、グリくん、うちの畑へようこそ。今年もハロウィンスイカの季節がやってきたよ。ハロウィンスイカって何ですか？ハロウィンスイカとは、ハロウィンの前くらいに収穫されるひときわという品種のスイカです。でも、ハロウィンスイカと呼ばれるためには3つの条件があるんだよ。1、10月中に販売できること。2、この時期に地域の子どもたちに振る舞うこと。3、種が気にならないスイカであること。この条件を満たしたものだけがハロウィンスイカとして出荷することができます。去年は JA 菊池管内で8000玉以上を出荷したんだよ。難しい条件をクリアして出荷されるんですね。このスイカを育てる上で一番大変な作業は交配。早朝の涼しい時間帯に行い、一つ一つ手作業でやっているよ。受粉の後24時間は水やりを控えるなど細やかな気配りをしています。自然のままに任せるのではなく、人間の判断で最適な量の花粉を受粉させてあげることが大切なんだよ。こうすることで甘みもぐっと増します。とても大変な作業だけど、スイカを美味しくするためには欠かせない仕事なんだよ。いろんな手間をかけて育てているんですね。ルユのよ、スイカくれなきゃいたずらするぞ。作曲中。作曲中。ではみんなでハロウィンスイカの歌いってみよう。今週のドゥーユー農業応援団はこちら。番組応援団続々募集中だよ。